言葉の形。言葉の形。もしも話す言葉が目に見えたら、どんな形をしているだろう。例えば、美しい言葉は花の形。色とりどりの花びらとなって、唇からハラハラ舞い落ちる。大きくて柔らかい花はどんな言葉？小さくて可愛い花はどんな言葉？美しいけれどトゲのあるバラのような言葉。ありふれているけれど嬉しい白爪草のような言葉。声によって色は変わるのかな。きっぱりとした声ならオレンジの花、静かな声なら青い花、優しい声は桜色。そんな風に、例えば誰かを傷つける言葉が針の形をしているとしたらどうだろう。話すたびに尖った針が口から発射されて相手に刺さるのが見えたとしたら、目の前で突き刺さる針、思いもよらない言葉が相手に刺さるのを見ることになるかもしれない。刺さった場所や血のにじんだ傷口まで見えるとしたら、言葉の使い方は変わるだろうか。だけど、厳しく傷つけるような言葉でも、それが大事な忠告だった時には、見分けがつくとしたらどうだろう。例えば、そんな言葉は木の実の形をしているとしたら、投げつけられた時は痛いけれど、拾って育てたら実ることもある木の実。見てすぐ分かったら、素直に受け取ることができるだろうか。例えば、恋人がささやく愛の言葉はどんな色や形をしているだろう。優しいバラ色の花束？甘い香りのおいしい果物？それとも薄っぺらなリボン？つなぎ止める金色の鍵？虹色に光ってパチンと消えるシャボン玉。もしも言葉が目に見えたら、もしも言葉が目に見えたら、楽しい言葉はタンバリン、悲しい言葉は冷たい水滴。自分を立派に見せるための言葉がすぐに光を失って砂のように枯れていくのを見るかもしれない。優しい真綿のような言葉がぎゅうぎゅうとがんじがらめに相手を締め付けるのを見るかもしれない。人をひれ伏させる魅力的で強い言葉が戦車のような形をしていることがあるかもしれない。黙っているという言葉の向こうに、豊かな森が広がっているかもしれない。言葉に形がないから救われることは何だろう。形が見えたら嬉しいと思う言葉は、何だろう。私の話す言葉はどんな形や色をしているだろう。誰かを守るためについた嘘なら、それはきっと静かで柔らかな毛布になり、涙を笑い飛ばす言葉は
光る入道雲のように明るく湧いて、雨の後の虹を作る。そして短い正直な言葉が心の湖の深い場所にスーッと差し込む。透明な光のように、花が歌えますように、光が笑えますように、悲しみが濡れた緑の葉っぱのように守られますように。毎日消えていく話し言葉の向こうの心の形を探す。大切な人に花のような言葉を届けることができるように、届いた言葉が木漏れ日のように笑いますように。おしまい。